対象になるとそれを楽しませ方っていうのは、まあ、例えば広告にしても F1 とかっていう切り口とかして、結局分かりやすいエンターテインメントをやるしかないと、で、まあ、リアリティあるその一人一人が個性ある人間としてその接するっていうことはどうしても難しいと思うんですよね。で、まあ、でもそういうふうに多分接したりとかそういうところにリアリティを感じるっていうことで若者もそういう傾向になってきてる部分があると思っていて、でその中で今鈴鹿さんもおっしゃったようにもうその何千人とかもう組織では難しいと、ではその今の国家その国でやるその今のこの日本1億人ぐらいに対してその何か一つのその政策で行っていくのっていうのはまあ単純に考えると難しいんじゃないかなというふうに思うんですね。でそうなっていくとどん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 その政治とかそういう社会のシステムを作るっていうのが、まあ、細分化されていくっていうか、まあ、小さなものになっていくべきなんじゃないかなというふうに、まあ、個人的にはパッと思うんですけども、いやあのねだからそこは一番難しくて、結局今おっしゃったねその1000人とかの単位のコミュニティの中である種当事者性を持って熟議をするっていうのは多分可能なんですよね。明らかにそれはもうすでに行われている、ね、地域レベルだと全然可能ですよと。ただ問題はその小さなそれぞれのコミュニティをどうやって大きな物語につなげていくかっていうことが、その、ね、回路自体が見出されてないっていうのは今の最大の問題だと思うんですよ。あのちなみにこの前あの橋本市長絡みで、内田達先生がですね、何、はいはい、かの雑誌にいやそんなのもっと小さなコミュニティで考えればいいんだと、私はあの合気道の先生ですから、はいはいはい、師範ですから合気道の300人ぐらいのコミュニティで運営するこういうやり方でやればいいんだ、それを大きなものでつなげていける、うんうん、あれも内田先生らしい考えだと思うんですけど、はいはい、それに対して橋本さんがツイッターかなんかで、うんうんうん、そんな300人の、ね、コミュニティで大阪市政が担えるわけないだろう、うん、バカ野郎みたいなことが起こってる、うんうんうん、でこれはねある意味あの全く筋違いではなくて、そこの問題が解決されてないとやっぱりその小さなコミュニティの問題が大きな問題につながらないっていうのはやっぱり、起きちゃうんですね。でその回路って多分いろんな問題があってですね、僕政権交代の時にヤンバダム問題ってあったじゃないですか、はいはい、あの時に結局辞めるか辞めないかっていうのを東京で議論する、うん、でも地元がないがしろにされてるのと散々言われてて、はい、で地元の人に聞くとあれは実は、ね、昔からの福田中曽根対立構造の中にあって辞める辞めないずっと繰り返してきたみたいな、政治的に非常に生々しいやり取りがあった、それ知らないで東京のもんがね何か言ってるのもしょうがないじゃないかと。でも一方でその地元の福田中曽根構造の中だけで語ってる問題ではなくて、うん、やっぱりダム問題ってそれは環境保護から水利の問題も含めて全国的な問題になるわけですね、うん、国民全体、うん、そうするとその地域の問題とじゃあ国民全体にとってダム作るべきか作らないべきかって問題をどう接続させるかっていう、はい、ここはあまりにもその福田中曽根ねその清掃問題と国民の問題があまりにも乖離しててもよくわからないっていうことが起きちゃうわけですよね。でそこのねその難題って常に起きるんじゃないかな。だから今高木君が言っちゃったように最近の若者はねこうあれに自分の身の回りが好きだよねとみんなちっちゃく生きてる、でこれをまあ、肯定的に取れば地に足ついてるというし、否定的に言うと今のお年寄りが言うように最近の若者は社会を見てないっていう批判になるわけでしょ。でこれは両方とも実は当たってるんですよやっぱり。で小さな物語にもちろんあの大事にするのはすごく 大切なことなんだけど、一方で小さな物語だけを大切にしていて大きな物語を長しにすると我々の国政がどう向かっていくかっていう問題は常に解決しなくなってしまうっていうことが起きると思うんですよね。あのそれは僕はこう不分けの問題だと思ってましてね、うん、結局お金の財布配分は大きな物語でやれるんですよ、うん、でこれまでの政治っていうのは分配問題だったんです、うん、アロケーションの問題だった、うん、でどっから取ってきてどこに配るかって、うん、で基本的に現金給付の世界だ、うん、でただもう一つ行政サービスには現物給付の、うんのサービスっていうのがあって、でこっち側はやっぱりダウンサイズングしなきゃいけないんですよ。で つまりですね、例えば学校でいじめって問題がありますよね。でこれいじめ予算倍にしたってしょうがないんですよ。で要するに学校の中のコミュニケーションが不全なんで、ちゃんとしたコミュニケーションに、まあそれはあの地域の人たちも含めてですけどね、あるいはその学びのモチベーションっていうのが実は学力はそう悪くないんですよ。実は格差が問題なんで。だけど日本の学びが最低なのは学ぶ意欲がないんですよ。で結局憧れの存在と出会えてないのでっていうところが問題なんですね。そうすると
教育予算倍にしてもしょうがなくて、どうやって斜めの関係作って憧れの人と出会わせるかみたいなことがポイントなんで、で、あの、例えばじゃあそういう話はこれダウンサイジングでやっていくっていうことが、まあ、必要だっていうことですね。それともう一つはね、仕組み方で、例えば、まあ、例えば人間は500人、まあ、例えば700人までやれると、と700人かける700人のレイヤーを2レイヤー作ればですね、これで、いくらだ、49万人か、合ってる、ね、49万人、うん、で、かける700やれば、ね、そういうことになるわけですよ。だからその、いや、これ何を言ってるかっていうとね、あの、僕はそれぞれの行政サービスの適正行政単位ってことをずっと議論してきてるんです。で、つまり 初中等教育でいうと適正行政単位は30万人から60万人人口なんですよ。で、これはどういうことかっていうと、その教育長と校長が携帯電話で何かあった時に電話できるっていう規模なんですね。で教育長さんは校長先生とのちゃんと、まあ、顔と名前等が一致して、で話せる関係、要するに固有名詞と固有名詞のピアトゥピアで、今度は校長はじゃあその教員とピアトゥピア、あるいは、保護者とピアトゥピアみたいな関係がレイヤーでできてれば、その1億とか5000万とかっていうカバーすることは、なるほど、ね、これはできる。でも例えば、うん、じゃあ分かんないですけど、神奈川県のどっかで、ね、うん、の市町村で何かのこう問題が起きたとします、はいはい、教育、はいはい、で学校現場でね、うんうん、そうそう、それについてその学校現場の中においては、うん、保護者も教師もですね、みんなある種当事者として関わることができる、はい、かかりますね。でもそれをじゃあ例えば全然関係ないどっか、うん、大阪かなんかにいる先生や保護者が見ると、うんうん、常にこう結局傍観者的にまたわけのわからないことが起きてモンスターペアレントみたいな話になっちゃうわけじゃないですか。なっちゃうわけです。そこをじゃあどうやって当事者的に関われるかどうかっていう回路は作れるんですか、うん、いや、だからそれは大阪の人関わんなきゃいけないんですかってことなんですよ。結局ね、記者会見でね、例えばいじめの問題があったり、うん、教員の不祥事の問題があったりするとですね、必ず文部科学副大臣と、ね、昨日あったですね、あの中学校教師のわいせつ事件についてどういうふうに思いますかって聞くんですよ、ステレオタイプ的に。で、ステレオタイプ的な答弁は極めて遺憾でありまして、それで、あの直ちに、通達を出して、そして、教育委員会に、この指導したいと思いますと。だけど結局これを毎日やってきたから、そのね、要は100万人いるんです、教員は、で100万人のうちの本当に5人とかが何か不祥事を、まあ、毎日起こしてるわけですね。で、その結果残りの99万9995人がそのしなくていいその新たな義務が発生してるんですよ。で、だから出さなくていい書類とか出さなくていけない調査とかをするんですね。そうすると子どもと向き合う時間がまたなくなっちゃうんですという連鎖なんですよ。だから僕はその連鎖を断ち切りたいと思ったので、教員の監督責任は人事権者にあります。文部科学省は人事権者ではありません。で、もちろんその教育予算の配分をどうするかとか、そういうことについては文部省の権限だけど、教員の不祥事については人事権者において適切に処理されることが望ましいので、以上でも以下でもありませんということを私はバシッと。その説明に対しては、うん、メディアとかはどう反応？いや、もう最初はものすごく、とはいえとかって食い下がるわけですよ。そうですよね。ね、食い下がるけど、だけどそのことに30年間私文部科学省が答えてきた結果、子どもと向き合う時間がまたこのことで減るんですと。その悪連鎖を私は断ち切るっていうことをしたいということをですね、もう断固言うんですよ。でね、こういう典型的な話がいつもね、そのこれまでの文部行政っていうか、これ教育改革国民会議もそうだけど、子どもは叱るべきか褒めるべきかっていうのを文科省の中央教育中教審だとかね、あるいは官邸の会議でやってるわけですよ。で、こんなバカなことはないわけで、答えは褒めるべき時に褒め、叱るべき時に叱るしかないんですよね。そうだそうだ。で、そんな当たり前なことが、ね、子どもは立たせてどうだとか、体罰がどうだとかこうだとかって、まあ、言ってるわけですよ。それで
でその時もね、例えば佐々木君と鈴木君が一緒になんか万引きしましたと、うん、だけど教育っていうのは、うん、まあ、今日のところは鈴木君はこれぐらい怒っといて、うん、佐々木君はちょっとそっとしといてあげようと、実は佐々木君がそういうふうに至るにはこういう経緯があってと、でそれは分かるのは佐々木君がこの子が佐々木君でこの子は鈴木君だっていうことを日頃見てくれている大人なんですよね。で佐々木君はなんかね、ちょっと最近お家がなんか大変でとかね、あのいうことがだーっと分かってて、でその本当にだから教育っていうのはまさにその毎日毎日がアートなので、だからアートに暴力的にその制度的なものが入ってくるっていうことが全てまあ、全てじゃないけど多くおかしくしてる。つまり教育っていうのは実は最も個別性を重要視しなければいけないっていうか、100人いたら100用の教育をやらなきゃいけないのに、それを全部スタンダーダイズしてきたって。つまりね、日本がやってることはどういうことかっていうとですね、要するに子どもたちの平均の帽子のサイズで、子どもたちの平均のバスト、ウエスト、ヒップ、股下、袖、ね、で靴のサイズっていうものをした人っていうのは多分何万人に一人しかいないんですよ。だけどそれが平均だ、それが平等だ、でだからそれを要するに押し付けられるから袖がダボダボだったり、なんかこう頭は入らなかったり、だからね、これはまさにガバメントソリューションというか政府による問題解決っていうのは要するに標準化と平等ですから、これは苦手なんですね。で、まあ、私が言ってるソーシャルヒューマンサービスっていうフェイストゥーフェイスのコミュニケーションをベースにしたサービス、典型的には教育と医療と介護と保育ですよ。でまさに日々一期一会ので、患者さんだって昨日の病状と今日の病状違うわけですよね。でその一期一会のものはこれサービス業だから、そのカスタマイズとタイミングが必要で、でカスタマイズとタイミングは文部科学省に挙げてたなら間に合わないんです。痛い時に痛いところにすぐなんか手当てをしてくれなければ、でそんな話まで文科省の話になっちゃってる。だから要するに文科省がやるべきことと、それから学校長がやるべきことと、担任がやるべきことと、教育長がやるべきことを全部ちゃんと分けないと、その全部文科省で、メディアは楽なんですよね、全部文部大臣の責任してれば、ね、あの個別結局ね、個別性を重視するっていうのを、まあ、やってこなかったって、やってこなかった、まあ、総中流社会の落とし穴みたいな、本人も書いたんですけど、結局1950年代に高度経済成長が始まって、まあ、いかにしてね、その黙って働く工場労働者とか企業選手を作るかっていうのが何十年間のずっと日本の教育のミッションだったわけですよね。それはまあ会社入ったからのオンザジョブトレーニングも含めてなんですけど、でその結果その全体を一律同じ人たちに見る、同じ生徒や児童同じように見るっていうのがもう習い性になってしまって、そこからこう一歩も出れなくなってしまって、もうよくあるのメディアなんか本当にそういうのが多くてですね、例えば僕は1990年代半ばぐらいに榊原事件とか、神戸児童連続殺傷事件、あの後とか東京の社会部で一連のね、あの切れる若者事件とかやってたんですね。なんか黒い赤石足利、あの栃木の黒石でなんか中学生を子供が刺したりとかですね、いろんな教師を子供が刺したりいろんなことがあったんだけど、あの時なんかね、もう盛んに、最近の若者はね、もう中学生は切れると、とにかく非常に危ないみたいな、これはもう日本の教育の大変な闇だとか言ってたんだけど、気づいてみるとあの世代に中学生という若者って今大人になってですね、草食とか言われてどこに切れてたんだ今みたいな、ね、そんな感じで、あとね、もう90年代はそうだったんですけど、なんかこう事件起きると心の闇が書いてね、もう社会の闇がここに一点に浮かび上がってきてるみたいなことを盛んに書いて、さもそれが何か全ての社会の全体を表しているからだから、神戸児童連続殺傷とか、例えば宮崎努、幼女わいせつとか、あれもある意味モンスターなんですね、あの人たちってね。でそういうのは一定数社会に必ず現れるわけで、それはまあしょうがない、もちろんそれは罰しなきゃいけないんだけど、でも一方でその宮崎が出てきたからオタクは全員ダメだとかですね、その神戸児童連続殺傷事件が起きたから今の中学生全員切れるんだっていうふうに言ってしまうところに、なんか全てこう一様に一律に捉えなきゃいけないっていう、ある種のなんか脅迫観念みたいなのがずっとあったんじゃないのかな。である意味ね、その今のその当事者性の復活というか、
を取り戻さなきゃいけない回復っていうのはある、そういうその一律である一様であるっていう概念をまず捨てるところから、うん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 、個別性があるんだよと、はい、モンスターもいればまっとうなやつもいるし、うんうんうん、っていうことをきちんと教育の側あるいはその行政の側ですねが捉え直すのはすごい大事。